こんにちは R さんです。今日もいい形で撮れるといいですね。はじめまして。ここから30分ほど歩きます。ここには何もありません。岡崎が都会と言ったのは誰ですか？本当に愚かだ。この橋の下を渡りましょうか？それは寒いですね。長野の方が暖かいです。助けて天気予報。何か話しています。老人たちの戯れでしょうか？楽しそうですね。何でしょうか？カレンダーをもらいました。あまりいらない。なぜですか？何もないのに20分も遅れるわけを教えてください。それは貨物が遅れていることも示しています。遅延を糧にこの日本は生きています。うんこ、もう良い。腹ごしらえをします。また歩くことになるのでしょう。何が都会だよこの野郎。終わらせてきました。この獣道は誰のものですか？誰がこんなところで撮るのでしょう。それはただの逆光になります。暗い、まるで電車オタクの人生。岡崎城へ向かいましょう。名古屋鉄道を乗りたいです。5000が来たら即終了とします。かつ